皆さん、こんにちは。目からウロコの時間がやってまいりました。はい、お待たせしました。はい、もうウエッツ最近さ、オープニングトークの時さ、私どのテンションで入ってるか分かりにくいんやけど。どのパターンかっていうのね。そうそうそう、うん、元気出していこうよ。今日はね、有名人に会うことってなんか、あれじゃないですか。で、イベントに出たり、いろんなところで、なんていうかな、お客さんとして見に行ったっていうんじゃなくて、出演してる時に、めっちゃ笑ってるな。有名人と、遭遇。この前僕も、ミディのレトロジっていうそのイベントに行った時に大村コンさんと一緒にまあ共演っていう形で、だけど前が長いからさ、大村コンさんがもちろんぼやけてるけど、いや、いたんやけど大村コンさんびっくりした、86ぐらい、もうそんななるんや、びっくり、めっちゃ元気な、食い倒れ人形みたいな人でしょ。いやもうジャンプはするわ、ほんまさらっと流すよね、この人ね。そのレトロな車で、なんていうの、その、ミゼット、ダイハツミゼットの、レトロな車が、パレードしてる、2台に乗りはった。あ、そう。前が長すぎて分かれへんかった。結局、そのレトロな車に87歳の大村光さん乗ったよって話をしたかった。そう前来た方がよかったな。もったいないな。もうしょっぱなから滑りっぱなしですいません。ゆみちゃんはそんな芸能人と遭遇したこと、あるある。この前ゴルフコンペに行ったら、あった、阪神監督チームになりましたよ。吉田さん、岡田さん、真由美さんって会いましたよ。ゴルフコンペに来てたよ。ゴルフコンペで、そうそう、真由美さんもゴルフの番組してらっしゃるからやってはんない。ここで僕負けなくにいかないしよって、ちゃっかりなんかニアピンとか取ってたんでね。あんな普通お客さんにもっとね、腕落としてでも差し上げるべきやと思う。でも、そういう人らはフルバックっていうかバックティーから打たなかったの。分かんない、一緒じゃないから。でも女性はレディースティー。それもちろん、私もうちょっと前から打ちたいぐらいですけどね。でも決まってるやん、レディースティー、レギュラーティー、バック、どっちかっていうと掘った方が早そうやね。ほんまっての不安でね。ほんまにね。まあでも有名人で結構やっぱりね、最近ちょっと会う機会が増えた感じがしてて、ちょっと有名人とね会う機会増えてきて、なんか普通にびっくりしなくなっちゃった。そうだね、なんか普通の人やもんね。普通の人やね。なんかどっちかって言ったら私らの有名人になってきたんかなみたいな、そういう感じやね。あ、いい笑顔出てきた。ウエッジエンジンかかってきたね。ということで、CM の方に行きましょう。はい、そろそろ行きましょう。はい、では、はい、いってらっしゃい。水素水とアスタキサンチンソープダブルで抗酸化作用。もともと、乾燥しがちな肌なんですけれども、洗顔をした後もしっとり感がすごく続きますので、おすすめの石鹸です。1本のスティックで100リットル作れる業界最安値水素水。紫外線予防の王様、抗酸化作用のアスタキサンチンソープ、高品質を手軽にアンチエイジング洗顔、おうちでエステサロン気分。いい感じで今日エンジンかかった ね、 なんかね今日調子いいね、一番最初のオープニングトーク今までで一番面白かったと思うわ。ね、こんな感じでね、今日のゲストさんはね、ちょっと強い、はい、今日のゲストさんは今までとちょっとガラリとかあって、ハイソな感じで、ね、もうこんな上品で、また女性や、また女性来ましたよ。はい、こういうタイプの女性って顔見たね、この折り具合で美人度分かりますからね。で、アートディーラーもやりながら、ミュージックサロンバーを新地の方で経営してるって持ってらっしゃる。私売り込まないとあかんと考えてきましたね。今日は言葉遣いに気付けなかった。クリスティっていう愛称で呼ばれてる、山崎クリスティさんをお呼びしてますので、ちょっとお呼びしましょうか。クリスティ、クリスティさん、はい、どうぞ。
こんな感じの清楚な方。こんにちは。こんにちは。ね、なんかちょっとあれだね、まあ、吐きだめになんとかみたいな感じですね。で、つながりは、この前、この前来ていただいたカレンさん。うん。はい、のつながりでずっと呪術つないで、だからカレンさんもちょっとハイスの感じなんですけども、うん、もう全然もうそういうあのつながりでいってるので、うんうんうん、すごいあのハイスな感じで、うん、お前らハイスハイスハイス、そうそう、その言葉ちょっと今話をしてると、うん、ちょっとついていけへん時もあるんですよ。ウエッチが美術品のことであるとか、はい、美術品とかをやってらっしゃるんですか？あ、そうなんですよ。ニューヨークからいろんなこう、はい、アートを若手憧れのニューヨークアートを仕入れて、はい、販売してます。この前来たのでね、展示即売会やられてる、ね、ギャラリーでやられてる時にちょっとお邪魔したんですけど、そうですね。でまあ、特設で、まあ、なんかいろんなとこで、はい、するとまたいろんな出会いがあって、はい、素敵な出会いを求めて見たいですね、はい、見れないんですよね、今日ね。今日はちょっと残念ながら、まあ、その著作権の問題とか肖像権の問題とかがあるので ね、あの作品自体はご紹介できないんですけども、はい、ホームページでまた見れますから ね、またそういう催し物とかある時はまたクリスティの方からご案内させていただき、後ほどね、はい、告知させていただきます、まあ、後で告知の時にね、はい、その問い合わせ先とか出させていただきますので、はい、でこの前あのその北野の時に、うんはいはい、訪ねていった時にクリスティの人柄がちょっと垣間見えた出来事が、コーヒーを入れてくれはったね。コーヒー、そうそう、で缶コップで、うん、まあちょっとギャラリーなんで、うん、缶コップで上にドリップのやつを置いて、うん、でお湯注いでるんだけども、はい、コーヒーの量どれぐらい入ったか缶コップ分からへんでしょ、うん、溢れっぱなしそんなおじやないや、びっくりした。で、あ、普段そんなことしてはらへんねやなと思って、コーヒー作ったらもう生まれて初めて生まれて、ね、生まれて初めてっていう、今もうボタン押すとか簡単なのがあります、ね、機械で、はい、こう止まるじゃないですか。止まりますね。どれくらいにていくか分からなくてなんか気がついたらブワーって溢れてどうしようか分からないそれもごめん、もうちょっと前に気づきますいや、それも溢れてて、で溢れて少し経ってから溢れてるのに気がつく、うん、普通溢れた瞬間に気がつくじゃないですか。そうですね、もう溢れないもんやと思ってるからずーっと注ぎっぱなしで、きっとあの私たちと時間の流れが違うんですよ。だからその、ね、こういうことをやったことがないというか、そういう風な、そんなことないんですけど、ぼーっとしてるんですよ。よく一人で海外行くなって言われながらね、でこうでそうですよね、そんな感じで行って、まあ、大切なものはちゃんとってホテルに入ったら、ホテルの机に鍵を直して手帳も直そうと思ったら、それ直してもどこか違う国に飛んじゃうんですよ。置いていっちゃうんですか。ホテルにニューヨークに、ニューヨークのホテルに全部置いていっちゃって、でもボストンだったので彼らの輪をね、ニューヨーク経由で日本にちゃんと鍵も、あ、なるほどね、家にも入れないところだったので無事帰ってきました。あの今日そういうなんかとんでもないことをやったことをなのに、なのにそのミュージックサロンバーをまあそれもすごい豪華な新地のね、豪華なサロンバーを私ちょっと今日めっちゃやりにくい、この人たち難しい経営なさってるっていうのが、そんなできるのかなっていうような感じの、そう、ね、怖いですよ怖いですよ怖いですよ、2桁ぐらい違ってそうな感じがして、怖い大丈夫ですかね。でそのねサロンバー の、うん、あのまあ、出演されてる方の写真なんかが、はい、ちょっと、はい、こういう感じでね、あのめっちゃかっこいいですよ、あるんですけども、雰囲気ありますよ ね、でももうミュージシャンもとってもすごい素敵なんですよね、はい、だからこうホテルとかで皆さん演奏したりとかしてて、はいはい、ホテルのバーで見つけたらもうバーに通っちゃう、はい、で自らスカウトです。あ、そうなんね、はい、よくスカウトするスカウトするっていつも言ってはりますもんね、はいはい、あのお気に入りのミュージシャンを見つけたら、ね、歩く営業マンですね。へえ、なんかウェッジとまた角度違いますね。なんかウェッジがやるとなんかね、怪しい感じがする。そうかっこいい。そう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 。うん、でもね、日本人のアーティストの方でも外国のアーティストの方の方が多いんですよね。感性が近いかもしれないですね。はい、だからお友達になっちゃう。で、お友達として英語もみんなが、ね、ペラペラついてくる。そうですね。自由な感じがみんな来やすいかもしれないですね。
はい、ウェルカムというクリスティーズハウスって感じで。なるほどね、はい、ちょっと浮世離れした感じが私とっても楽しいウェイチとは違う意味で浮世離れしてますねなんか私と空気感がこの2人違いすぎて誰か助けてみたいな感じでそういう、まあ、サロンバーの一面を、まあ、とそのディーラーとしてねやられてるっていうのが、はい、そのどういうきっかけでそのディーラーをやる、ディーラーっていうのは、あ、そうなんですよ、これはなんかちょっと過去は美術品の白いこうベールに包まれてるんですけど、うん、1998年にその大きな壁に見つかって、はい、何も外れたことなかったのに何もできない私がニューヨークに行ったんですよ、はいでニューヨークに行ってもう行くだけじゃ、まあうん、あの昔から行ったりはしました、はい、旅行では行くだけではわからないっていう、 こう知り合いの先生に勧められて、はい、大学でねショートタイムで、うん、NYU で、はい、ヒストリー&カルチャーコース、なんだそのコースみたいなね、はい、コースを受けながらちょっとニューヨークに滞在しようと思った時にいろんな人に出会い、うん、なんかもう今があるっていうね、こう本当にすごいおとなしい子で、はい、人前に出れない、写真なんかもう半分しか写ってないみたいな今とは考えられないような、はい、なんか主張しなさい、夢を語りなさいってすごいたくさん教えてもらって、うん、でこれが今にもつながっている1998年、嘘でもないんですよ、七夕7月7日にサウスストリートシーポーっていうところの船の上に出会ったんですね、うん、あ、まあ、ニューヨークの、その、うん、はい、このニューヨークの写真に、はい、前にね、ブルックリンビーチがバーンと見える、ね、でその船の上のデッキちゃんってこんな感じの船なんですよね、はい、大きな船があって、うん、そこでたまたま向こうのパーティー形式を見て、はい、レクチャーが終わった後に、うん、ワインをもらおうと思ってラインアップに行ったんですよね、うん、そしたらそこに同時にこう来られた方がゴーヘッツってどうぞって入れてくれて、うん、それが話すきっかけになって、うん、いろんなとこを案内してもらって、うん、その時に知り合ったアメリカ人の現地の人たちに、うん、夢は叶う、諦めなくなったら大丈夫、やっていけるからっていうすごい支えられて、なんかこう何もやったことない私が貿易の会社に働いて、うん、デザインやったり価格やったり、うん、中国の工場で、うん、もうこうやってもうパタパタしながら検品やったりみたいな、でニューヨーク行ったり来たりしてるうちに、うん、こういろんなアートに見せられて、その若手アーティストさんの作品を扱うようになったんですよ。すごいアクティブですね。でアクティブっていうかこう流れにこう流されて生きてきたのか、うん、振り返ればこうなんか見えないレールを歩いてきたのかよくわからないですよね。不思議ですけどすごいことをやってきてますよね、はい、なんか単身ね、ニューヨークに。でもそんな、そんなすごいことをやってるように見えないでしょ、うん、ね、この過細いこので、まあ、目おちょこちょいですもんね、おちょこちょいで、でもこのね、すごいなって、ニューヨークで買い付けに行くんですけどね、うん、はい、でアートもオブジェとかいろんなものを全部キャリーするんですよ、うん、はい、こんな大きなスーツケート2つにあとポールとかすごいことになってて、観光に着いたタクシーの店主が一人でこれをみたいな、その時だけすごいなんかね力持ちになるって、普段はもうカバン持つのも嫌なんですよ、カバン持ってわからない、想像つかないんですよ、なんか宇宙から来たんですかすごい、その原動力っていうのはどこから、わかんないですね、いきなりそのやる気スイッチ入る感じですか。あ、なんかわかんないですね、不思議ちゃんって言われるんですけど、うんうんうん、なんか自分がここって思う時にはなんかそう、何なんですかね、自分でもわからないですね。なんかそうって考えるとエコですよね、うん、無駄なエネルギー使わなくて、ここっていう時にパッポーっとしたままで、うん、いいですね、そういうこうかわしながら必要なとこだけパンとフォーカスされる。今日来てもらったのがね、うん、その実態がよくわからない、うん、ところがあるからもう実際にこの話を聞いてみたいなと思って来てもらったんですけど、ね、でもここにおっしゃってた通り、なんかスタジオに入ってた時はなんか私喋らないのでどうしましょうって感じだったのが、うんうん、ね、なんか全然カメラの前に来たらもうすごい情熱なので、そうどうしてスイッチが入るよね、パンってオーラも急にパンって出た感じがあって、ね、すごいですね、面白い、うん、ウェッチが飲まれてるし今日めっちゃ喋れへんこの人、大丈夫ですか？いや、クリスティがね、うん、そのまあ最初まあイベントでね、そうですね、カレンさんのイベント、いや、じゃなくてカレンさんのイベントで、そう、コーヒーのやつ、うん、でお会いして、うん、でカレンさん
すごいもうパワフル、すごい尊敬する人で、もうすごい元気で、私こういつも元気そうに見えて意外と体力ないんですよね。スーツケースこんな持ってるもう意味が分からない時々はもうダメみたいな感じなんですけど、うん、もうあやかりたいなって、パワフルでいつまで元気でね、うん、でも私今年から人生絶好調で、うん、新しい10年の始まりって言われてるので、うん、ちょっとリセットしてパワフル頑張りたいと思ってるんです、ね、あやかっときましょう乗っかってたらなんか、うん、嘘とかいっぱいなんか、うん、ありそうな気がします。この輝きがそうです、めっちゃキラキラしてますよね。そうですか、はい、なんか見る人がなんかこう光が見える、ね、うん、なんかほんまそれわかります、キラキラすごい光ってますよ、うん、そうですか、うん、じゃあ細い体なんだけども目がね、楽しみですね、目の力がねすごいんですよね、うん、だからそのやる気スイッチのほんとオンオフがすごく上手っていうのが学びましたね、うん、だってね、控えてらっしゃる瞬間と本当に何度も言うんですけど、僕はもう大丈夫やなと思ってたねえ、うん、いや喋らなくてもウエッチ一人喋りますからが、ウエッチ今日全然喋れへんもう喋らなくて仕事しよう大丈夫、大丈夫やね、本当にで、そのクリスティのやられてるその美術品についてのちょっと写真が出せないので、その系統の、なんかその、うんうん、作者さんっていうかアートの作者さんなんかともその親交を深めて、はい、うん、その方の、まあ、信頼を得て、はい、こう、ね、作品を、まあ、うん、販売したり演じたりしてるっていうパターンで、何モダンアート、ね、ルーセントなんですけど、はい、これも私もともと油とか、うん、そういうペインティングばっかり使ってたんですね、うん、でとにかくギャラリー巡りをして探し回る、うん、でも疲れちゃって、うん、じゃあちょっと休憩しようと思ってカフェを探してて、うん、路地に入ったところで、うん、見つけちゃったんですよ。見た瞬間、うわすごいこれって、何これって、うん、ジャスト・フォーレン・ラブって言って、もう本当アーティストさん、ね、あなたの作品に恋しましたって言ってわぁ、can I do って感じだったんですけど、うん、もうその時ももう手いっぱいいっぱいだったので持って帰れないしなって、うん、で毎年彼女に会うためにニューヨークに行くんですけれど、うん、ネバーディサポイントって感じで、年々すごく進化してて斬新的なデザインに、うん、で彼女の作品はニューヨークのママの近代美術館の表紙にもなってて、日本で認知度がすごく低くて、もうここにちょっと見せれないのがすごい残念なんですけど、ミュージックサロンバーの方にもちょっと少し貸してもらってて、あ、ね、まあ、雰囲気もすごい素敵ですよね、はい、一度行ってみたいよね、ですね、素敵なミュージシャンもたくさんいるので、うん、はい、であともうオードリー・ヘップバーンのモザイクとかいろんなコンテンツラリーなもの、素敵なもの、ね、僕、はい、来たのにね、うん、行ったの、はい、ヘップバーンのやつお気に入りのやつがあるんで一度、はい、実際実物を見に行きたいで行きますって言ったんですよね、はい、お店に好きなものをみんな集めてしまったっていう、なんかワインも大好きで、アートも好き、音楽も好きって言って一つの空間にして、そこをミュージックサロン版みんなの癒し空間で、はい、なんか宝箱みたいな感じ で、ね、いいですね、うん、好きなものが全部詰まってる、はい、好きなスタッフも好きなお客様って、それが良くないって言われてますけど好き嫌いが好きで、でも大事ですよね、はい、うん、こう大好きな自分でいるためにみたいな、はい、嫌なことはしない、でも自分の夢とかやりたいことのためには努力と我慢ってこう見えないところですごくたくさん大変なこともあるんだけど、それってやっぱ我慢できますよね、こう将来の夢とかね、そういうふうにこう夢を叶うと思えば必ず叶うっていうのを、はい、そのニューヨークで専用忘れちゃったんですよ ね、なんかただ今度ニューヨークに行くときはクリスティにくっついていけばいいんやね、みんなでじゃあニューヨークツアーとかね、そこ行ってみたいですよ、ね、楽しいですよね、そしたらぜひぜひ、ね、うん、そういう美術品のあるところも連れて行ってもらえるし、はい、多分美味しいところも、はい、いっぱい知ってるし、私も音楽美術やっぱ私も大好きなので、ね、はい、うん、行ってみたいってずっと思ってるんですよ、楽しいですよ、何でもパーティーです、どんどんパーティー、はい、毎日パーティー、ウエッチぴったりじゃないですか、うん、パーティー大好きやもん、ハワイとか行ってる場合じゃないよ、はい、これからはニューヨークですよ、ニューヨークね、アート店もみんなねタキシードとかねドレスアップでもうドレス引きずってきちゃうみたいなね、はい、かっこいい、楽しいです、めたし、大学に、日本でなんかドレス着て、母みたいな、ね、そうですよね、向こうだったら、だってニューヨークから帰ってきたばかりの時に普通にこうデニムのミニ
スカートのタンクトップで歩いてたんですよ、うん、でもうすごく普通で、うん、自分ではすごいおとなしく格好していたつもりなのに、うん、そのタンクで来たの裸じゃんって言われてえ着てるよみたいなちょっとなんかあれですね、このままでいいですけど、ちょっとあの整えないといけないリセットの瞬間が、ね、そうやね、面白い見てみたいな。でも向こうの、ね、パーティーっていったらものすごくドレスアップして、はい、でなんていうかね、そのエスコートしてもらって、ね、女性がこうパーティーに行くんやね、はい、ドラマですはね、よくそういうシーンになりますけど、そう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 、クラブっていうか踊るとかね、開くとか、うん、なんか日本だんだん少なくなっちゃいますけど、もう映画のようにあの赤い色を着てね、ラインアップしてフリスト乗せてもらってっていう、ね、シーンよく見かけますね、はい、でみんなドレスで、あの冬にね、ニューヨークね、私 いつも思うんです、あのみんなね、カクテルドレスのロングドレス、ノースリーブで絶対寒いですね、寒いですよね、もう雪降ってるんですよそれなのにノースリーブでピシッて立ってるんですよ、こんなヒール履いてる、はい、うわって思うんです、私もなんかドレスなんです、うん、でも中入るものがコート着てます、うん、そうですよ ねコートね、でも下着もつけないんですよね、なんかそうですね、うん、なんかもう全然平気ですよね、すごい国ですね、うち、うん、そこっち食いついた、食いついたニューヨーク行こう危ない自然体がいいですよね、そうですね、うんうん、行ったらクリスさんみたいになれますかね、いやもっとすごくなれる、本当ですか、私なんかまだまだ全然なんで、ね、ウエッジなんかこう見えてシート2着持ってるもん、ね、どう見えるか分からない、似合いそうそれ衣装、いや衣装じゃなくて、なんかそういうイベントの衣装じゃない、いやパーティーとか、あ、パーティー、うん、パーティー用にこのロザの代わりにみたいな感じ、そうそう、このテレビが始まる前、うん、ラジオ の、 そのアカデミー賞の会場にもタキシードで、うんうん、あ、じゃあぜひ行きたい、なんかゆめちゃんとウェッチと、はい、なんかこう原色のね、こんな大きいオードリー・ヘプバーンみたいな帽子買っていきたいですね、やってみたい、ね、おお、なんか人と違うことやってみたいね、シルクハットも持ってるし、いいね、いや、いいです、楽しそう、楽しいですよ、本当にカツラかぶって、うん、なんか仮装してくれてもらっしゃるので、なんか見たことのない世界が、私今頭の中ですごいぐる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 してるんですけど、人生に1回くらいそういうのやってみたいよね、いいと思う、ね、うん、楽しい、今日も楽しかったな、ウェッジもう終わった、なんか結構お腹いっぱいになってきてお腹いっぱい、なんか、うん、いろんな意味できっと見てる人は分かると思うんですけど、今日私大変そうっていうのすごい疲れてると思いますよ大変そうね、本当にウェッジがなんかたまにこう事故りそうで放心状態になる気持ちが今日ちょっと分かったこんな感じかみたいなね、今日はね、なんかあの、うん、クリスティのその雰囲気に、うん、引き込まれたね、引き込まれて本当に、うん、もう素敵な世界観で、なんかいつもとなんか自分は違うみたいな、違う違うなんかいっぱいいただきましたって感じですよね、そうそうそう、お腹いっぱい、そうそう、ね、お腹いっぱいでしょ、そう、うん、頭も気持ちもお腹いっぱい、そうそう、ね、絶対これニューヨーク行きたい、行きたいね、ニューヨークは元気になります、ぜひね、はい、そんなこんなでそろそろね、一旦コマーシャルに行って、ね、そうですね、また告知をね、させていただきましょう、はい、はい、では皆さん、はい、いってらっしゃい、水素水とアスタキサンチンソープダブルで抗酸化作用、もともと、乾燥しがちな肌なんですけれども、洗顔をした後もしっとり感がすごく続きますので、あのおすすめの石鹸です、1本のスティックで100リットル作れる業界最安値水素水、紫外線予防の王様、抗酸化作用のアスタキサンチンソープ、高品質を手軽にアンチエイジング洗顔、お家でエステサロン気分、まずクリスティ個人のフェイスブックにアクセスしていただくと、はい、いろんな情報がね、まだ入るんで、はい、まあ、はい、ここにもテロップ出ますけども、検索キーワードが、アルファベットでクリスティですね、ここのクリスティで検索してもらうと、はいはいはい、ヒットすると思うんです、はい、あとミュージックサロンバーの
サランドシルブルーランド、はい、の、ね、はい、Facebook もありますので、はい、そちらの方は、はい、シュベルブランで検索した方がいいかな、サロンドシュベルブラン、ね、うん、サロンド、はい、検索してもらえば、はい、でそれで検索してもらうと、はいはい、ヒットしますので、はい、クリスティはね、山崎クリスティ、山崎クリスティですね、はいはい、濁らないです、はい、薄いですよ、山崎クリスティです、はい、はい、でその山崎クリスティさんの写真がこれなんですけども、うん、こういう感じの涼しげなあの写真が載ったりしてますので、はい、で、ミュージックサロンバーの方の写真が、こちらの方です。でこんな感じのお店ですので、でこんな、ね、5周年迎えて、はい、もう5年なんですね、はい、そうなんです、9月であの5年を迎えるんですけれど、はい、国内外のとても素敵なミュージシャンもたくさん、ね、そうなんですよね、集まって毎日月曜から金曜までライブをしております、はい、ぜひぜひ皆さん、北新地コーダビル7階のペイントハウスですね、最上階です。素敵、はい、女性の方も男性の方も、ね、うん、はい、名前のごとくシュバルブランってフランス語で白い馬って意味なんです、シュバルが馬で、うん、ブランが白いね、白馬の王子様に出会いたい人、何ですかね、何ですかね、何ですかね、いや、いい感じで流れてたんですけど、ストーンみたいな最後になんかやっぱり難しいところが見れて、みんな集まって、はい、楽しくパーティーしましょう、はい、パーティーね、もう一つ告知どうぞ、はい、何でしょうか、はい、どうぞ、7月2日にはい、お昼2時から5時まで、はい、シュバルブランでキラ城会というかね、はい、輝く女性インターナショナル会、男性も女性もみんな集まってワインのシーン、はい、でワイワイ楽しくやりたいと思いますので、はい、ぜひお時間のある方いらっしゃってください。電話番号は、はい、電話スバルブランにお電話ください、はいはい、皆さんよろしくお願いします、はい、あっという間の時間でした、はい、ですね、もういっぱい元気をいただいてありがとうございます、はい、今日はクリスティに来ていただいて、はい、楽しかったですね、みんなで行きましょう、はい、はい、今日も、うん、ね、はい、シュベルブランに一度行きましょう、はい、行きましょう、ね、パーティーしましょう、うん、ね、レッツパーティー、はい、はい、いいですかね、うち、はい、ではまた、ね、はい、お話ししていただきましたでしょうか、はい、はい、では皆さんさようなら、さようなら、まだ早い、ここ行こう、パーティーパーティー、イエーイ、レッツパーティー、6周年です、エクシーメガネもかっこいいみたいなね、さようなら、君の僕は君の僕は君の